ドン・キホーテの近くにはこのような地下があります。地下通路です。出てくると感じですね。あそこが看板になるんですかね。やっぱり大きいですね。ちょっと高速からどういうふうに見えるかっていうのを撮っていきたいと思います。一回高速の方に向かってみます。そこが高速ですね。こっちが、そっちから高速から降りてきて、ここが入り口ですね。高速から降りてきて入り口が一つ。から降りてきてすぐこの大きな看板が目に入ると思うので、やっぱりかなり目立ちますね。ざっと見る限りでもかなりの広さですね。上が駐車場になるから上の方はすっきりしたイメージですね。まだ中は何もされて、整備がされてない状態ですね。こっち側からは入れないのかな。入り口2箇所以外は今のところ入れなさそうですね。自転車だけでもこっち側から入れると便利かなとは思ったんですけど、まだ入り口とかはないですね。で、ここが2つ目の入り口ですね。旧道の方から左折して入れるのがこっちの通路ですね。車が2台、入りと出と1台ずつっていう感じでしょうね。以上です。